田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。ビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓二です。今回はですね、フィジカルコントローラー特集、フィジコン特集をやってみたいと思います。とは言っても、フィジコン、たくさん種類がありますよね。例えば、このような、一つのフェーダーでボタンがついてる。あとトランスポートがついてる。やつなんかあるんですけど、ここ最近だと、フェーダーがね、8本以上ついてるものが多く出てきます。ね、こうやってモーターね、スライダーのやつとかね、モーターフェーダーのね、やつとかもたくさんあります。その辺を紹介したいと思うのですが、一つのね、機種のね、細かいところを、ね、深く掘り下げていくんではなくて、どれぐらい簡単に設定できるか、ね、設定するところから動くところまでを、ね、基本的な動くところまでを、やってみたいと思います。それにあたって、プロトゥールス、ロジック、キューベース、スタジオワン、エイブルトンライブ、ね、このね、5つの DAW で試してみたいと思います。はい、それではスタジオ1で設定してみたいと思います。ですね、ナノコントロールの電源を、一度切りまして、シーンと、トラックの左、これですね。これを押しながら、電源。そうすると LED がつきますね。はい、そしてスタジオ1の設定になります。環境設定から、外部デバイス。そして、追加ですね。追加で、マッキーコントロール。はい、選びまして、送受信から、ナノコントロールスタジオ。これを選べば使えるはずです。はい、認識しましたね。まずはフェーダーをいじってみたいと思います。ほい。パンですね。はい、じゃあソロです。3つ、4つとかいきますね。はい。はい。そしてじゃあ、トランスポートですね。じゃあ再生をしてみます。そう。はい。はい、止めます。はい、ジョグダイヤルですね。はい、進みますね。ワンクリックで、そうですね。一緒です。飛ぶみたいな感じですね。じゃあ、リワインドで、早送り、巻き戻し、で、サイクルですね。サイクルレコーディング。はい、そして、トラック。8トラックから1つずれる感じになります。なるほど。はい、キューベースの設定をしてみたいと思います。ナノコントロールスタジオの電源を切って、シーンとマーカーセット。シーンとマーカーセット、これですね。これを押しながら、はい、電源入りました。キューベースの設定をします。はい、デバイスからデバイス設定。そして、リモートデバイスで、プラスで、マッキーコントロールですね。はい、そしてナノコントロールスタジオ。あ、これもなってますね。ナノコントロールスタジオ。ミディ入出力を、ナノコントロールスタジオにします。そして適用。はい。それではまず、フェーダーをいじってみたいと思います。はい、OK ですね。はい、じゃあパンですね。はい。はい、次ソロですね。はい、ソロ。ソロ、ソロ。三つ押し。三つ押し。はい。こんな感じですね。はい、そして、メディアトランスポートですね。じゃあ再生をしてみます。止めます。はい、じゃあジョグを回してみたいと思います。これは一小節ではないですけど、だいたい思うようなところに行きますね。で、早送りですね。はい。巻き戻し。で、サイクルですね。サイクルレコーディング。はい。そしてトラックというところが、これがまたバンクなんでしょうかね。あ、ちょうどこう下にね、出ますね。バンクが右にずれる感じですね。はい。で、ここまでで、こっちに左にやるとバンクがなります。
はい、プロトゥールスの、設定をしてみたいと思います。ナノコントロールスタジオの電源を切って、で今度は、シーンとリワインド、シーンとリワインド、これですね、この2つですね、電源入れます。はい、認識しました。プロトゥールスの設定です。設定からペリフェラルで、ミディコントローラーでヒューイですね。で、ナノコントロールスタジオ、ナノコントロールスタジオ、これで OK です。まずはフェーダーですね。フェーダー、よいしょ。はい、フェーダーですね。で、パンですね。パン。はい、ソロですね。で、3つ。はい、で、ミュートです。はい、トランスポートですね。はい、再生します。止めます。はい、じゃあ巻き戻し。これも1小節ですね。で、ジョグダイヤルですね。はい。そして、サイクルですか。これも、はい、いきますね。はい。そして、バンクですか。バンクの切り替えも、これで。10トラックある分の、残りの2トラックが、こう、左にずれる感じですね。エイブルトンライブの、設定をしてみたいと思います。ナノコントロールスタジオの電源を切りまして、エイブルトンライブはシーンとマーカーの右、シーンとマーカーの右を押しながら電源を、はい、つきましたね。そして、環境設定からリンクミディですね。リンクミディのところからコントロールサーフェスからマッキーコントロールを選びます。マッキーコントロール、そして入出力をナノコントロールスタジオ、ナノコントロールスタジオ、はい、じゃあフェーダー操作をしてみたいと思います。はい、動きますね。はい、ペニーもね、動かしますね。はい、パンですね。はい、ソロです。はい、そしてミュートですね。一気にミュート。はい、じゃあトランスポート行ってみたいと思います。はい、止めます。で、ジョグダイヤルですね。ジョグダイヤルをやってからスタートですか。はい、ジョグダイヤルです。じゃあ早送り、はい、巻き戻し、はい、じゃあサイクルですね。サイクル、そしてトラックのこれも、バンクが8本動くんじゃなくて1個ずつずれるという感じですね。そういう感じですね。よいしょ。はい、ロジックの、設定をしてみたいと思います。ロジックの設定は、他の4機種と違って、別途、プラグインを、インストールします。ナノコントロールスタジオコントロールサーフェスプラグインというものを、インストールすると、設定がこう自動的に立ち上がって、ナノコントロールがこう自動認識されると。そういう感じです。はい、それではフェーダーを動かしてみましょう。こんな感じですね。はい。そしてパンですね。はい、ソロですね。ソロソロ。ミュート、ミュート、ミュート。はい、トランスポートですね。はい、ジョグダイヤルですね。これも1小節ですね。はい。で、早送り。はい、サイクルレコーディングですね。はい、サイクル。で、バンクですかね。バンクは切り替わるのかな。あ、
チャンネルずつずれる感じですね。だから結局、そうですね。マスターフェーダーのところもこう一番右に来て、これを一個ずつずらすことで一個ずれていく感じです。なるほど、なるほど。こういう感じですね。で、一番右にずらすと、こういう感じですね。はい、ナノコントロールスタジオなんですが、他の2機種とは違う機能があるので説明したいと思います。今も見てわかるように、USB の、ケーブルが繋がっていません。つまり、Bluetooth で、繋げることができます。しかも、latency が少ない接続ができるようです。やってみましょう。電源を、左側が、USB のケーブル、右側が Bluetooth の接続になります。じゃあ、右側で。そして、あらかじめ、Bluetooth MIDI というアプリケーションを入れて、Bluetooth MIDI 接続する。接続ですね。そうすると接続されました。あとは、同じように環境設定から、外部デバイスで、追加。で、マッキーコントロール。で、受信元送信元のところに今度はナノコントロールスタジオ Bluetooth。ナノコントロールスタジオ Bluetooth。これがつきます。これで OK です。はい。じゃあ、フェーダーの操作。なるほど。どうでしょうか。ね。これと比べてもらって。まあ、もちろん USB に比べれば若干のレイテンシーがあるんですが、ほぼほぼリアルタイムに行く感じです。はい。パンですね。トランスポート。全く同じように使えます。ニュースとかもね。はい。それとか。意外にもね、簡単に設定できたと思うんですよね。まあ、大きく分けると、マッキーコントロールっていうのと、ヒューイというプロトコルが2つありますよっていうことですよね。まあ、ヒューイは、まあ、プロトゥールスなんで、それ以外は全部、まあ、ほとんどはですね、マッキーコントロールということになります。ね、ドライバーがね、必要なものを、そのまま、ね、つなげれば OK なものをね、ありますね。はい、簡単に、まあ、フェーダーだけ、ミュートとかね、パンとか、ミキシングのところだけ使いたいんであれば、大体はそのままね、USB なりをね、こう、つなげれば OK なんですよね。そして、それぞれに、特色があって、それぞれ今ね、進化しているフィジコンです。皆さんもどんどんいじって、制作環境の中で、役立てていただきたいと思います。それでは、田辺啓司の音楽をいっぱいいじっちゃうぞ、ビデオス。また次回お楽しみに。